のは4年に一度くらいでいい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。まったくもうなんだぜ。まあこれで軟弱地盤の恐ろしさがわかっただろう。経験の浅い霊夢にコンマ7を乗せた私にも責任があるしな。重機のスタックはひっくり返すより。恐怖。これは経験した人間にしかわからないことだが、あがけばあがくほど沈んでいく。恐ろしい。今回は別の現場から応援来てもらったからなんとかなった。ハマリのスペシャリストのおかげ。埋まった桁を SK135 で掘って、じわじわと片方片方、バケットで押さえてあげながら、脱出。小1時間ほどで抜けれたから本当は大したことない。とりあえずいい経験になったな。はい。台風14号の影響で土砂の状態悪いのもあったし、しばらく乾かしたらなんとかなるだろう。それまで土砂は扱わない。水掘って、糊叩いて放置しよう。
Thank you.